こうして対面するのは久しぶりですね、バイスハイト様。ギランドロス様は思い立ったら止まらないお方なので申し訳ありません。私よりも先に訪れたエルミナやパテルナはどうでした？そうですか。では私のこともたくさん知ってください。三獣士がいかなる者たちかを直に感じていただけたのなら、与えられた務めを果たせます。ギュランドロス様はお元気ですか？会見中失礼。会えるぞ、バイスハイト。ようはルイネ、チートばかしのご無沙汰だが、元気にやってたか？微妙に寂しい気持ちに苛まれた他には変わりなく。誰にも何も告げないままじゃ国を開けることはさすがにかなわんからな。ルイーネがいてくれるから俺がいなくても国は成り立っている。大平しく影の支配者というやつだ。影の支配者、何かちょっと悪者の匂いがしませんか？それと正しくは三獣士がいるから成り立っているんです。エルちゃんもパティちゃんも頑張ってますよ。まあこんな風にいろいろ突っ込んでくれるのがありがたい。もう何気に大変なんですから、いつもいつも無茶ばかりして。おいおい、バイスハイト、人ごとの体だが、お前は結婚を考えたことはないのか？本当か？もっとたくさんの女たちと遊びたいからなんて不純な動機があるんじゃないのか？あらあら、まあまあ、私のことはお気になさらず。あとお堅い雰囲気はどこかへ行っちゃいましたし、私にも敬語は使わない方向でお願いします。お互いの身分ゆえに何度も会えるわけではありません。であるのなら距離を近づけるためにもちょっとくらい強引な方がいいと思います。ここまで私に言わせておいて拒否するのなら逆に失礼です。全くもってその通りだ。罰としてルイーネと呼び捨てにさせるってのはどうだ？それはいい考えです。取り入れましょう。はい、その調子ですよ、バイスさん。我が王妃にかかれば女遊びに長けたバイスハイトも肩なしだな。よし、この調子でもっともっと仲良くなろうじゃねえか。そして妻とはどれだけいい存在かこんこんと語り続けてやる。あらあら、まあまあ。